師匠、君たちを新しい旅に誘うためにやってきた。そしてクリスタルはその旅に欠かせないもの。我らのクリスタルはこの海を旅する人たちの15年間の願いや思いの結晶である。たくさんの人たちの願いによってクリスタルは光り輝く。そしてドナルド、俺は君の持っているクリスタルと同じ青い色だろ。クリスタルの色は願いの色。同じ色のクリスタルを持つドナルドや君にはある願いがたくさん。これに触れればそれがわかるだろう。
ミッキー、君のクリスタルがその答えだ。もしも、僕のクリスタルは透明だね。そして今、君の心にある願いは？それは、大好きな仲間たちと楽しい旅を続けたい。ドキドキする冒険や新しい発見をしたり、素敵な思い出をいっぱい作ってみんなを元気にしたい。まあ、たくさんあるのね。みんなのお願いが集まっているみたい。赤、青、緑が一つになれば光は白く輝く。そうか、ミニーの愛情、ドナルドの友情、グーフィーの元気、全部が集まっているから、僕のクリスタルは透明なんだね。その通り。願いとは心の満ちる希望への輝き、長く果てしない旅の支えだ。それが一つに集まれば、みんなが力を合わせ助け合えれば、どんな困難な旅でも乗り越えられるだろう。ミッキー、君のクリスタルはそのためにある。それぞれの思いをこのクリスタルに込めて。